こんにちは、宇田です。ソロギターやバッキングで使えるかっこいいコードボイシングを毎回一つサクッと紹介する動画です。で、今日のボイシングはこちら。というコードなんですけど、これは F7 のフラット9ナチュラル13っていうコードです。ちょっと構成音を見てみると、まず6弦はミュートで、5弦がマイナー7度。これ5弦の F、ルートの音がここにあるんですけど、8フレット。ここを弾かずに5弦はマイナー7度を弾きます。ここを目印にした、全音下ですね。で、4弦がメジャー3度。3弦がナチュラルの13。で、2弦がフラット9。1弦はミュートです。というボイシングです。で、このコードの特徴としては、まずセブンスコードのコードトーンであるメジャー3度とマイナー7度、ここは OK なんですけど、テンションが、ナインスはフラット、オルタード系のテンションに対して、サーティーンはナチュラルのテンションを弾いてます。このフラットナインとナチュラルのサーティーンっていう組み合わせは、コンディミスケールから来てるというか、コンディミスケールの中に含まれる音で、特徴、コンディミの特徴にでもあるんですけど、なので、このコードはコンディミの響きを出せるボイシングです。ちなみに、コンディミスケールについては、別の動画で詳しく解説しているので、下の説明欄にリンク貼っておきます。で、このコードの使いどころとしては、主にバッキングの時によく使います。で、ナインスがフラットナインっていうオルタードテンションが使われていることからわかるように、ドミナントモーションをしているセブンスコードの上で弾けます。なので、有名なので言うと251の57の上ですね。例えば枯葉の頭の部分、キー B フラットに対する251、C マイナー、F7、B フラット。この F7 の上で弾けます。そうすると、こういう響きになるんですけど、どうでしょうか。結構特徴的な響きを持ってますよね。で、解決。コンディミの響きですね。結構面白いボイシングだと思うので、個人的にはすごく好きです。ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。